そうそう、年賀状さ、うん、今子供の写真入ったりとかしていっぱい来るやん、みんな友達から。あ、そう、子供ね、いる。ほんでこのおっさんからの、ね、年賀状が、おうおう、まあ、子供はちゃんと可愛く2人男の子写ってんねんけど、うんうんうん、いつも嫁さんも、うん、おっさんも乗ってくんねんけど、うん、うちの子がさ、うん、パッて見たらその嫁さんの顔が、うん、何ヨン様の相方に似てるっていうんやんか。ヨン様チェジュンに似てる。あー、冬こそだったら。そうそう、チェジュン似てて、どう見てもチェジュンやねんか。うん、あんたの嫁さんそんな綺麗かったか。チェジュンよ。ほんで横見たらイービョンホンやねん、びっくりし。あ、ヨン様、ヨン様じゃなくてイービョンホン、イービョンホンになってる、このおっちゃん、おっちゃんよ。え、どういうこと、年賀状で。え、顔が差し替えられてるってこと。そう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 、毎年ね、いろいろこう年賀状こうネタ食ってやってたんですけどね、うんうんうん、今年ちょっとその今まで使ってたパソコン急に壊れてしまって、で新しいのにしたんですよ、うん、なんか使い方も分かれへんし、うん、ネタ苦労にもいじり方も分かれへんかったから、そうなったらもうイビョンホンにしといたろうと思って、お父ちゃんイビョンホンにしといたったんですよ。本館ジェジュやで。ちょっとかっこよなりすぎたんちゃう。いや、かっこええもん。あら、誰が何を言うてるの。うちの子だから知ってるからさ、これは違うやん言うて、すぐ奥さん綺麗なって、だから違う言うてるやん。え、流行りですやん。せやけど、でもイビョンホンもちゃんと一応スキンヘッドになってるってことでしょ。イビョンホンスキンヘッドおかしいやん。そんなことできへんねんて、もうパソコンガードばっかりやから。塗ったらよかったな、ペンにが。いやいや、言うやん。もうこうなるとおっちゃんがどんな顔かってみんなもう絶対見たい。もう見たくて見たくてたまらんよ。たまらんよ。2月6日に来てください。本当やね。イビョンホンって今でも韓流流行ってんねんからよろしいやな。でも乗っかっといたら、うん、好きなんでしょみんな。うん、見てる見てる。鶴橋行ったりするんでしょ。鶴橋長いこと行ってへんねんけど。疑似韓国。え、疑似韓国ってどういうこと。あのね、私この間友達に誘われて行ったんですけど、うん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 、そのコリアンタウンでキムチ作りもできて、うん、でその生野区生まれの日本人男性の方が鶴橋の歴史を全部教えてくれて回るというツアーがあるんですよ。へー、すごい。それ4人以上一緒に集まってくれた、1人1500円で。行こう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 。キムチ作るんですか。キムチ作る。もともと白菜はね、ずっと長い時間発酵させておかなきゃいけないものだから、もう発酵できてるものに、にゃんにょむにゃん、辛い、あれを塗るんです。あ、間にこう。間にていくんですね。それも、塗る量とか、その、塗り方によって味がどんどん個性が出るらしいんですよ。味違うんだ。味違うんです。え、塗り放題？塗り、もっとちょうだいって。まだここ塗れてへんから。そんな絵をか、塗り放題塗ってええっちゅうもんちゃうんですよ。美味しいなるんちゃう。行こう行こうよ。ほんまやね。もうちょうど人数1500円やろ、4人で。4人で。4人おるやん。1、2、3、おっさん。ほんまやわ。ええやんな。ほんで鍋しようよ、ここでキムチ鍋。あ、そうやわ。体験ツアーできるやんね。ほんと。うまいわ。けどさ、キムチ作らなあかんの。ええやん。なんか、作ってきて。そうですよ。そうか、ビデオ回す？作るわ。一緒に行ってずーっとビデオ買う。そうそうそう。ええ、面白そうやん。いや、それどこで？その鶴橋のコリアンタウンの中のキムチ屋さんがやってるんです。成田商店さん。それ終わった後焼肉食べたいな。ほんまやんな。どっか美味しいとこご存知ですか？どっかやる。あのね、ちょっと離れたところでね、こっちに行ってるっていう焼肉屋さん。下の人してると思うんだけど、ちょっと離れるんですけど、うまいですよ。ほんまに韓国風というか、テーブルが足がないテーブル、下に地べたにペタッとついた状態で、ほんまに向こうの人みたいにその地べたに座って、すっごい煙。煙が？ゴーグルつけとけへんかったらあかんぐらい目痛い。見えない。目がしみるってこと。目しみる。みんなもう夏しか行かれへんやん。冬はだって洗われへんやん、洗濯。洗われへんやん。ダウンとか出て洗うよ。そんなん着てけへんかったよ。じゃあ、最後はビニール貸してくれたりしないの。貸してくれます。袋入れてちゃんとしてくれます。でもさ、めっちゃ匂いついたのに着て帰んねんで。どうすんのよそれ。だから上着だけはビニールに入れといたらいい。もう焼肉ツアーは夏にしよう。全身洗いやすいように。ええ、腰しゅうもう、そうそう考えるからね、後のこと、うん、これが一緒に家の他の服と混じったらとか、うん、でも鶴橋まで行ってそのキムチまで作って焼肉どっか食べに行ったりとかせえへんのですか。それね、私はもう一つのお店しか行ったことがないので、他にあるのかなと思って、あ、そういう荒いっていうお店があるんやなと思って、すぐに、ほんまに駅の上って言っていいほどの、うんうん、知ってる人は知ってると思います。有名人の写真もいっぱい
乗ってるので、うん、北斗全然名前知らん、うん、昔何回かどっか行ったけど、うん、私も何回かは連れてってもらったりとかが通りって言われてる、うん、あるけど、ね、名前まで覚えてないもん。なんかきっちゃないとこもあったで。コップっていうか飲み物頼んだらネギ浮いてんねやんか。え、どういうこと？ネギ水ネギ水じゃサービスですよ。ネギ？そうです。ラッキー？ラッキーなのか。味噌が入ってるみたいな。そうそうそう。ネギなのか。お茶やで。サービスですよ。なんかうわここはもう何回や。消臭？消臭とかさ。ニラかネギ入ったやつ。そう。もうちゃんと洗おうっていうのがあったわ一回。そこからもうそこは行きたくない。ネギ浮いてるから嫌って言うねんけど。でも大きいさ。お肉をあって焼いてハサミで切って食べるのいいよね。ーあーサムギョプサルとかもね。もうなんか韓国は行かはったことあるんすか？ないねー。行きたいのに。私は5回5回行ってる。すごい好きで。今行ったらめっちゃ寒いんじゃん。絶対もうマイナス5回やろ。そうだよね。マイナス今安いやん。安いよ。3万とかで行けるじゃん。行ける行ける。けどぐっつ寒いって聞くからさ、うん、これはちょっとな。そうね。もう寒い暑いや言うとったらどこも行かれへんねん。温泉ないやろだって。いやいやでもいいやん。いや辛いもの食べて、そう温まってカプサイシンですよ。そう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 。あれねやっぱりね日本で食べる唐辛子と、うん、それはキムチの問題かもしれないけどずっと足先ポカポカ高いですよ。でも靴の中にさ入れといたらいいとか言うもんね。ああ唐辛子。唐辛子めちゃめちゃキムチはあかんの。キムチは匂うって足の匂いとか混ざってぐちゃぐちゃ。まあトラさんでキムチ入れてへんかってもキムチみたいな匂いしてます。お互いさんやね。どんどん匂い比べましょうか。どっちがキムチに近いか。うわ誰も来てくれない。誰も来てくれない。本当やわ。それみんな匂っていかな分からへんねんね。 それも来た人だけの特権や。足の匂い付きやね。生の香り。うわ